はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。信長の野望創造、足利義昭での信長包囲網プレイ、続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、プレイするとき最初に上杉と同盟を結んで、上杉も信長を攻撃してもらおうという、目論みをお話したと思うんですけども、ちょっとそこまで持っていくことができなかったので、今回こそ上杉に対してですね、信長包囲網に加わってもらえるように、粘り強く交渉はしていきたいなと思ってます。で、すでに就航状態で、94あるので、ここでもう交渉で一気に味方に引き入れてしまいましょう。で、まあ、これが拒否されることはまあないと思うので、まあ、一つ目標、前回掲げた目標は達成できるだろうというところと、あとですね、周辺大名で取り込んでおきたいところっていうと、実は鈴木と仲違いが起きているので、鈴木に対しても工作隊を送っていきたいんですが、鈴木に対してはまだ信用度が2と非常に難しいところなので、ここは幕府の役職、守護職を与えましょう。これで大丈夫かな。で、今現在はこの鎌場城の攻略隊を引き上げさせているところになります。ご命令くだされ、報告いたします。先月の収支です。報告いたします。で、旗野に対してはどうだ、今信用がどれくらいになってるかっていうと74、あと1ターン遅れば旗野とまた24ヶ月の同盟が結べるな。武将不足が深刻なので、まあできれば鈴木は取り込んでしまいたいなとすら思っていたんですが、まあそれをすると危険度極まりないのでやめましょう。信長がうまいことを上杉に対して進行してくれれば、あるいは武田もしっかり進行してくれれば、で、北条は徳川領を圧迫してくれれば目論見通りになるんですけどね。まあ、常に外交を展開してるんで、慢性的なお金不足で城の防御力が上げられていないっていうのが、その一旦守りに入ると崩壊するリスクが非常に高いところなんですよね。では旗野に対しては、先月の収支です。ここで同盟をもう結んでおきましょう。で、あとはどうかな、他は大丈夫そうかなという気はしますね。沢山城に1万、待ってくれ、1万の軍勢って出すかな。どうしようかな。まあ沢山城の防衛っていう意味で言うと、朝倉に沢山城、浅井に鎌場城を攻めてもらって、結果的に援軍の役割を果たしてもらいましょう。で、最終的には殿下の宝刀の和解、朝廷を使って和解しましょう。まあ、できればそういう状態にはしたくないので、今いる手勢で
なんとか沢山を守りましょう。我が策、戦場を制す。出陣します。出陣します。いざ参ろう。出るとするか。いざ戦場へ。皆我に続け。俺にできぬことなどない。なんか信長の声が響いたな。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。信長め、どこにいる。信長は織田に攻めか。いやー、織田にも本格的に攻められてるな。これはむしろ小谷城に対して援軍を出してあげないと小谷がやられるな。で、逆に沢山城は格好撃破が効きそうな感じがしますね。誰が捕らえられた。三雲が捕らえられたか。厳しいな。出陣します。で、しっかりと かしこまりました。沢山城は防衛に成功しましたね。ありがたい。出陣します。かかれ。お味方が討ち死に。マジか。ご命令くだされ。報告いたします。先月の。ただこれは逆に鎌場城を奪い取る好機。一方では小谷が落ちるピンチ。小田尋城に対しては援軍を出してあげざるを得ないな。ここで万万が一。かしこまりました。小谷が落ちて浅井が滅びるってことになると、ちょっと今後の展開にも影響が出かねないので、ここは全力で浅井の支援をしてあげましょう。まあ約1万5千ぐらいの軍勢を出せばさすがに守れるでしょう。左近も出しますし、でその間に鎌場城が落とせればこっちのもんだな。承知しました。まあ織田の救援が間に合うことが前提ですけどね。よし、結果的に守りきったぞ。承知いたしました。騎乗する。信長と左近がぶつかってるんだな。まあ左近だからここまでなんとか信長に対して奮戦してるっていう感じですよね。桐山御所の武将が死んだか。ただでさえ武将不足で悩んでるのに捕らえられたり死んだりで踏んだり蹴ったりだな。まあ細川忠興が入ってきてくれたというのは大きいですけどね。では左近は一旦引き返させましょう。もうこれ以上左近を使って左近隊が万万が一にも壊滅すると大打撃になってしまうので、今って結構危ないんだよな。鈴木に攻められると。
いたしました。承知いたしました。お任せください。信長軍も次々増援出してくるね。やっぱりそう簡単には落とさせてくれないか。ただ軍勢さえ引かせれば鎌場城は防御力が低いので、まあ落とせない規模の城ではないですよね。沢山城に援軍が出してくれるところってあるのかな。無駄に上杉に徳川攻めをしてもらったりしてみましょうか。起乗します。ここは潮時かな。一旦兵を引き上げましょう。このまま部隊が壊滅する方が痛いので。戻ります。まあ、鎌場城は取れませんでしたけど、ここは良しとしましょう。あとは鈴木がどう出てくるかですね。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。織田と上杉が同盟結んじゃってるのか。これって全然嬉しくないな。上杉何やってんだよっていう感じですよね。まあ上杉には上杉の事情があるんでしょうというのはあるんですが、そうなるとあと部隊が出せるところがだいぶ減ってきちゃってるので、迅速に兵力の回復に努めましょう。我が領内に敵が迫っております。吉高4600か。久しぶりに攻めてくるな。これはどういう腹積もりなんだ奴らは。亀山からちょっと御所にじゃあ部隊を出しましょう。我が領内に沢山城に2900か。地味に痛いんだよなこの沢山城とか。持ってがいるがゆえに。いやー出せる部隊がない。防衛できないぞこのままだと。いやー沢山城のためにこっから部隊松ヶ島から出すと松ヶ島が攻められるんで、松ヶ島から部隊は出せないし、難しいな。牧島城から細川藤高にもう一踏ん張りしてもらうか沢山城の防衛戦で。であとは沢山城の防衛戦で役に立ってくれそうなところで言うと、どうだ旗の根あたりにちょっと沢山城まで出張ってもらいましょうか。
こんなところかな、今できることといえば。敵が我が領内に向かっております。出陣するぞ。出陣します。行状を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。で、情勢を見ると本願寺とはまあ同盟は継続、三好とももちろん継続でだ、朝倉から援軍4000が沢山城に向かってきてくれるので、まあ、これでなんとか沢山城は防衛できそうだな。で、久喜義高隊に対しては桐山御所の部隊と、援軍総勢1万で迎撃できそうかなという目処が立ってきましたね。よし。で、さらに旗野が沢山城の防衛に向かってきてくれているので、まあ、なんとかなりそうだな。細川忠興はこらやを見て撤退させましょう。起乗する。いざ戦へ。出陣すると。ご命令くだされ。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。で、外交を打っておきましょう。武田に対しては大丈夫、上杉も大丈夫だね。で、浅井朝倉とは12ヶ月残して工作中、問題ないね。よし、大丈夫だ。本願寺には工作を送っておきましょう。次の24ヶ月後、2年後にまた同盟が結べるよう。で、ちょっとお金に余裕が出てきたので投資を入れておきましょう。まあ、やっぱり米がないと話にならないんで。出陣します。敵が我が領内に向かっております。沢山城に5300か。まあ、これは後から増援を送るでもなんとかなりそうかな。沢山城はやっぱり必死に守りに来るし攻めるしっていう攻防の的になってますね。まあ三成の居城になった沢山城ですけど、ここに光秀隊と半兵衛、味方はまあ約7000ってところかな。で、敵が5000。まあ光秀半兵衛っていうね、かなり手強い相手なので、いつでも援軍が出せる準備はしておいた方がいいですね。まあ、牧島城から藤高4400を出せば、まあ問題なく沈められるでしょう。で、ちょっとやっぱり最近動きが鈍くて怖いのが、おお、なるほど。よく見ると、鈴木がおとなしいなと思ったら、鈴木はどうやら長宗我部に攻められてんだな。ってことは、長宗我部と吉見を通じておく必要がありますね。武将がいない。
なのでちょっと投資から引き上げましょう。一人で代わりに外交工作で長宗我部に送りましょう。でかつ長宗我部には得意の外交役職を与えましょう。戸様衆に任ずる。我が領内に敵が迫っております。出陣するぞ。ねじ伏せてくれ。沢山城がまたなんか怪しい感じになったし、信長が出陣してるな。今の声どこにいる。信長は、信長が6000か、かなりの大部隊だな。騎乗します。ただ正直言ってかなり助かるな、鈴木が攻められてるこの状況。それでは参りましょうか。ここは沢山城の防衛に全力を尽くせるぞ。かつ援軍の要請を出していきましょう。で上杉は徳川を攻めたのか。結局そんな気配は全くないけど、攻めた気配はないな。まあいいだろう。出陣する。出陣します。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。いやー米も金もないな。城が取り囲まれました。我が領内に敵が迫っております。よし、早速三好に沢山城防衛の援軍を依頼しましょう。誰が捕獲された。内藤か。いやー、捕獲される前に撤退させたいんだけどね。長宗我部と早めに一度同盟結んどいた方がいいな。ご命令くだされ。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。で、今度こそ刈谷城を攻めてよ、謙信。出陣する。我が領内に敵が迫っております。始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。かなり
緊迫した情勢が続くな。三好はどこを攻めてたんだ。三木城とかを攻めようとしてたところはちらりとしたんですが、有岡城に戻るところか。三好もかなり厳しい戦いしてるな。で毛利が旗野と戦闘中か。毛利もだいぶでかいな。いやー、毛利とはそろそろ婚姻同盟を結んでおいた方がいいんじゃないかって気すらするな。そのうち城が取り囲まれました。手がつけられないことになりそう。まず長宗我部が拠点20、武将41、兵数6万8000でしょ。で九州はまだ島津と、まあ、大友が激戦中で、毛利が拠点31で兵数が10万か。やっぱでかいですね。で上杉も大きくて拠点が10万。で武田はちょっと衰退気味で、北条は関東を抑えてるんでやっぱり15万ですね。で徳川が4万、織田が5万、足利4万3000。そう考えると毛利とは同盟を結んでおいた方がいいな。次のターンあたりで得意の役職外交を繰り広げましょう。出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。我が戦お見せしましょう。まあ沢山城を落とされるわけにはいかないので、謙信が死ぬか。景勝が後を継いだ。まあこの辺りは史実通りの展開になりましたね。で御盾の乱が勃発するパターン。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。まあそれはそれとしてだ。北条との同盟はもちろん継続しないと、まあ怖いといえば怖いので、金が不足してる。毛利には役職を送っておきましょう。よし大丈夫かな。沢山城を守りきりましょう。まずはで、その上でやっぱりちょっと心配になってきているのが、先ほどから言っている毛利がでかくなりすぎてやしないかいというところぐらいかな。よし、これで少しは楽になるかな。承知いたしました。承知いたしました。我が戦お見せしましょう。この機に乗じて鎌場城に対し総攻撃を仕掛けちゃいましょう。
松ヶ島に3700か。なるほど。じゃあこの松ヶ島に対しては本願寺から援軍を要請しましょう。来てくれないってなると松ヶ島は自力で守らなきゃいけないんだな。まずは松ヶ島に戻りましょう。で、御所からも松ヶ島に援軍を出します。で、代わりに純慶を鎌場城へと派遣していきましょうか。これである程度目処がつくかな。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。いやー、上杉さんが浅井を攻めるか。これ見ると小谷城になってますね。まあ朝倉、浅井よりかは上杉の方が頼りにはなるけど、ただ上杉ももうだいぶ大きいからな。ちょっとそういう意味では不満不安両方ありますね。まあ、ただ目標はあくまでも信長を滅するっていうところではありますからね。まあその足利が天下を取れずとも信長を滅ぼせばそれでよしとしましょう。というわけで、時間も30分ぐらいになりましたので、今回ここまでにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。